皆さんこんばんは。インスピースのテニスクラブのインスピースはい、皆さんこんばんは。インスピーステニスクラブの石井です。皆さんお待ちかねの石井の登場です。待ってないかもしれないですけどねというわけでですね、今日のインスピリッツチャンネル YouTube 動画ですね、これやりますよ。やっぱりテニスといえば試合で一番多く使うのはフォアハンドですよ。フォアハンド、今日はですね皆さんにフォアハンドのちょっとした極意をですね伝授していきたいと思っております。伝授していただくのは試合中ほぼバックハンドスライスしか打たないのに、サーブとフォアハンドのみで全日本ベテランベスト4までいったこのコーチにフォアハンドを今日は習っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんばんは。はい、石塚です。石塚浩二です。フォアハンドとサーブだけで全日本ベテランベスト4になった石塚浩二です。そうだね。はい。もう8割9割ぐらいしかフォアで。僕との試合もバックハンドスライスしか打てなかったですもんね。そうだね。基本バックはスライスしか打たない。まあフォアハンド8割の石塚浩二に今日はフォアハンドの極意をですね、伝授していただきたいなと思うんですけども、はいはい、まあ試合でフォアハンドを打つじゃないですか、いっぱい、でもフォアハンドミスるじゃないですか。そう、はい、なんでそこのミスをなくして、まあ、気持ちよくフォアハンドを打って試合に勝てるようになりたいっていうのは、まあ、全てのテニスプレーヤーの願いではあるんじゃないかと。すごいやっぱり講座でもねよくある、はい、なんで今日はそのフォアハンドが気持ちよく振り切れて、なおかつ安定していて、コースもコントロールできて、かっこいいがよかっこいいまでいける、かっこいいまで、はい、っていうフォアハンドをシュッて手に入れられる、シュッて入れるような魔法のようななんかこうやつがないかなと思って。まああります。なんでというわけでその魔法を、はい、まあ、石井にかけていただき、そうですね、はい、皆さんに、はい、こう分かりやすく伝わるように、はい、ちょっと解説していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。早速、はい、魔法にかけられてやっていきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで、どうでしたか、私の美しいフォアハンドは。美しかったね。美しかった。結構しっかりスピンはかかってたし、ミス自体はほぼほぼなかったんだけど、ちょっと高さが結構ばらつきが、まあ、球出しだとね、いいんだけど、試合中にこういざあそこでクロスに深くとか打ちたいときに、思ったより浅くなっちゃったりとかっていうのが、まあ、出やすそうかなっていうところですね。なるほどですね。はい、まずは、テイクバック、をした時もそうなんですけど、スイングをした時に、はい、こう上下運動をラケットがテイクバックの位置からスイングして、こういう風に、上下運動をすると回転はかかりやすいんですけど、はい、ボールも同じように上下に結構ばらつきが出やすくなるので、まず引き方としてはよく胸ぐらいの高さに手が来るようにこう引く方多いんですけど、はい、実際打つのってこうなんですよね。で、要はこれを下ろさなきゃいけない、はい、まあこれが振り遅れる原因の一つにもなるんですけど、なのでイメージとしては高いところからこう下ろして打つっていうイメージよりかは、はい、僕の中では腰ぐらいの高さにテイクバックする感じでも、実際ラケットってこの辺にあるので思ったより高いんですよね。で、ここからちょっと低めにセットをしてあげてスイング、するっていうのがまず一つ。あとはもう一つ、スイングをしている最中にこう曲線を、まあ、よく下から上ってよく言うんだけども、それ自体は間違ってないんだけど、こう曲線を描くとこの時点で当たった時は、まあ、低めに行きやすい、はい、でちょうどいいところだと、まあ、ちょうどいい高さに行く、でちょっとこの上がりかけたところだと上がりすぎちゃったり浅くなっちゃったり、曲線を描いてる最中の当たった場所でボールがどう飛んでいくかが結構変わっちゃうので、はい、なのでイメージとしてはここからまっすぐ、まあ、イメージの前に振るような感じ、はい、低いとこから少し前にしっかり振り抜くような感じにすると、ちょっと振り遅れてても、要はラケットが直線なので、はい、高さ的には、まあ、安定感は出しやすいかなと思うので、まあ、曲線を描かず少しまっすぐ、イメージとしてはこうテイクバックをしたところからこう斜め上に向かってまっすぐ振り抜くような感じ、これがこうはなりすぎない、多少はなってもいいんだけど、基本的にはまっすぐ振ってた方が、安定感っていう意味では出しやすいので、まあ、ちょっとこう気をつけてやってみましょう。はいキャンペーン自分が上がっちゃってる分でボールもちょっと上がっちゃってる、低くなら低いまま、高いまま高いままの。はい、というわけで、はい、いやーもう魔法にかけられましたね。ご納得いただけましたね。そうですね、もうこれは魔法だと、魔法だとだいぶね、はい、軌道も高さが結構安定した感じで打ったので、はい、最近結構クロスの深いところにずっと打ててたかなと思って、はい、で回転はかけたいところなんだけど、はい、ちょっとこう曲線描いてヘッドアップしちゃうと、試合中こうポンとアウトしちゃうと振り抜きが悪くなっちゃうっていうか、まあ、怖くて振れなくなっちゃったり入れに行っちゃったりするのが多くなるんですけど、まあ、あの感じだと振れば振るほど回転がかかるようなスイングなので、はい、どちらかというとこう強気に振ってっても収まる、はい、逆に収まっていくような形になるので、まあ、僕の中では試合中にはかなり使いやすいかなと思うので、はい、まず上下運動しないと。はい、まあちょっと直線的に振るっていうのを気をつけてもらえばいいかなと思います。はい。いつもどうもありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、はい。石塚コーチに全日本のフォアハンド、全日本のフォアハンド、そうですね。皆さんにお届けさせていただいて、フォアハンドの今回のインスピーツの動画を終わりにしたいと思いますので、最後は。石塚コーチのデモンストレーションでお別れしたいと思います。爆裂フォアハンドでいきたいと思います。はい。チャンネル登録はこちら。おすすめ最新動画はこっちです。高評価ボタンもお願いします。